皆さんこんにちは、大輝です。今日は DIY をしていきたいと思います。賃貸の物件なので壁に傷をつけないように自分好みのキッチンに変えていきたいと思います。この壁ですね、ここの壁に 2×4 の柱を、ここに1本ですね、1本、2本、3本、4本、5本立てていきます。ちょうど今ここに並んでいるのが壁に備え付けようとしている材料ですね。 2×4 の角材とベニヤの板で壁を作ります。その壁に自分好みの壁紙を貼っていこうかなと思っています。今 2×4 の柱が入りました。この柱に板を貼り付けていきます。イメージはこういう感じですね。この板2枚だけはここにつけますけど、この板はこのままですね。ちょっとクランプで動かないように止めたいと思います。
ここのつなぎ目をちょうどデコボコにすると綺麗なレンガの模様がつなぎ目になると思うので半分切りました。はい、全部貼れました。近くで見ると少しつなぎ目の粗さが目立つかな。ちょっとこことかね、後ろの板の凹凸が映っちゃってるんですけどね、こういう感じですね。